神と人間、安心立命への道しるべ、五井正久序。序文。天と地をつなぐ糸目の一筋と、ならぬ願いに命燃やしつ。天の理想を地の現実に、天国浄土をこの地上界に、完全平和、完全放越世界を実現せしめる、その一役なりともやらせていただきたい。こうした願いが祈りとなり行動となって、命を燃やし続けていた私が、ひたすらに神を思いて合わす手の、それさえ消えてただに青空、と歌えるように、ひたむきな神への全択へと心が深まり、静まり、やがて雨土の響き一つに海なりと、なりしところゆ日はいでにけり、と天地一体、神が一体、空即実相の調和せる心境に到達し、すべてを捨て、すべてを獲得しうる自己に生まれ変わっているとき、この地上世界の強引は激しい強縁に触れ、第二次大戦勃発、そして終結、日本の敗戦、第三次大戦への冷戦様相へと、次第に人類破滅へと押し流されようとしている。果たしてこの世界はいかになりゆくのであろう。聖書の予言のごとく、最後の審判の日が近づいたのであろうか。人類の大半が死滅する時が迫りつつあるのであろうか。社会、国家、人類世界を押しまくり、吹きまくる因縁豪華の前に、個々人の調和への願い、大平和への理念は、皆なき力なのであろうか。天なる神は、果たして人類を救いたもうであろうか。現在、人類のすべては、これらの不安に怯え、明日への希望を抱き得ず、迷いに迷って、行くところを知らぬありさまである。この時にあたり、私は、人間が自己の本体を知り、神とつながり得たならば、人類はかかる不安混迷の息を脱し、真の安心立命の境地に達することができ、やがては世界平和を樹立し得ることを信じ、神、霊、人間、業、因縁などについて、最もわかりやすく解き明かさんと思い立って、この書をしたためた次第である。
私という人を知っている方はもちろん、私を全然知らない方にも分かっていただけるものと確信する。昭和28年3月、著者四季。著者について。1916年11月22日、日本の東京で生まれた五井正久氏は、詩人、哲学者、作家、そして歌手でもありました。五井氏は音楽家を目指していましたが、哲学やスピリチュアルなガイダンスの領域に自然と引き込まれ、30歳の時に心が一体となり、奨学を得ました。五井氏は60冊以上の書籍や詩集を執筆しました。その中には、神と人間、彼の最初で最も代表的な作品、老子講義、聖書講義、霊性の開発、白光への道、天と地をつなぐもの、彼の自伝、人類の未来などが含まれています。これらの中で、神と人間、天と地をつなぐもの、老子講義、人類の未来は英語で出版されており、高橋秀夫氏が編纂した五井正久氏の H のコレクション、よぜがもんとともに出版されています。他の作品の翻訳も現在進行中です。1980年にこの世を去る前、五井氏は彼の養女である西園寺正美氏を後継者として指名し、彼が始めた世界平和の祈りの運動のリーダーとしています。